始まりました。谷間見せてくデッドパイデイパイと、今回も安心の下ネタゼロ宣言でキッズたちにも安心の内容となっております。姉のレミリアちゃんです。愛のためにわざわざセリフ字幕位置下げるんじゃねえよ、妹のフランドールです。ということで今回から通常サバでサバプレイしていきますね。サーバーとサバイバーの訳をかぶって何言ってるかわかんないっすね。そろそろケイトもプレステージ3にしようかと思っておりますんで、在庫一掃セールっていうことで、今回はベリーレアアイテムのすり減った鍵持ってきてますよ。これでいいとろやないかい。真っ先に鬼に見つかる、いつもの。始まって30秒でパトラッシュなんだか眠いんだになるドリームワールドニューエン、はいはい、お疲れお疲れ。今回もケイトはレベル50なってもセルフケアでない呪いにかかってるんで自己回復できませんので、一応ケースである程度は時間稼ぎましたんで、昇天する前に仕事はしたやろ。この間に味方が破滅とテム壊したんで、お姉様の死も無駄ではなかったですね。ツッコミ役の妹にも映った前提で話進められるレミリアちゃん、かわいそう。お姉様のチェイス能力が低かったのが最大の敗因ですんで諦めろ。からの台本通りのねぶたそ神救助はざます。まあ即ずり昇天したゲーム動画にするやつおらんやろ。さらにきっとやり遂げる持ちで爆速を手当て付きのパーフェクトねぶちゃん、マジ感謝。最近はサバの治療時間が長いんで、こういったお手当て早なる系パーク持ちの味方はありがてえですね。マジ全然お手当てパーク積んでねえんすけどね。自分一人生き残ろうとする恩密パーク編成。今回も最強パーク警戒に反応あり。鬼今どこにおるん？あれ？鬼のオーラでねえんですけど。今回のキラーナイトメアは常に夢の世界にいるんで、警戒での探知は通常時不可能なんで注意。マジかよ、インチキじゃねえか。一応こちらがドリームワールド入りした状態なら同じ世界にいるんで、警戒での可視化も可能ですけどね。いや、眠らされた時点でこっちの位置もろバレするんだから、これもうほぼパーク1個死んだ状態ですは。最強可視パーク警戒もフレディにはかなり相性悪い、一定欠点がありますからね。おやダムの人を待たせ。どうやら他のサバが追われてるんで、ついでにお手当てもしてあげたいところ。今回は絆もつけてるんで、近くの味方の位置は可視化できますんで。あとはいつもの都会の逃走術にダッシュで逃げるような全力疾走といったパーク構成。大丈夫か、ゴリーからテーピングだ。キアラバスラダンネタ。その後は発電機修理に味方救助と、わしめっちゃ頑張ってる感アピール編集で視聴者の好感度ぐんぐん上昇させる天才的演出。お前のその発言で完全に好感度ゼロなんですけどね。その後一人昇天してまうものの、残り発電機2台なんとかならんもんかと、電力発電機回しアダムなんとか復帰体といて。ここは修理しつつの様子見してっからタイミング見て助けいきますんで。こういう時相手が見えない系キラーだとキャンプしてる可能性結構高。めっちゃワシんとこ来てたは。ということでここはお姉様がチェイスで時間稼いでる間にもう一人がフック救助行ってますんで、死ぬる気で逃げてくださいね。オッケー任せろ、言うても相手はキラーん中でも足遅いフレディだかんね。このドリームワールド状態だと初心者サバはわけわかめな状態でチェイス諦めちゃう傾向多いですけど、落ち着いて普段通りにチェイス専念すれば、足遅いフレディ相手なら意外と逃げ切れちゃうことも結構ありますから。さらにこの病院マップは窓枠多いんで、むしろ延々逃げ回れるまでありますから。たまりました。クソつっかえ。やっぱフレディおじさんは初心者には連れ鬼だかんね、しゃあないよね。デドバ歴もうすぐ1年のプレイヤーとは思えない雑チェイス。でもこの間に残った1人がフック救助行ったみてえなんで、わしもう十分仕事したやろ。でも取れ高全然足りてません。わしをはよ助けてください、こっちは動画撮ってるんやで。ゲームで死ぬことより取れ高足りないことに怯える大悪実況プレイヤー。そんなわしのピンチに颯爽登場、みんちゃんが救助&お手当ての介護プレイ。このゴーンは半日忘れないぞ。鳥の脳みそ並みの恩知らず。しかしこの間にカレクックが昇天、マジかよ、俺たちの正義超人か。どうでもいいけど、なんで頭のカレーゴーゴーカレーなんだよ。金沢ゴーゴーカレーの話してたら偶然にもハッチ見つけちゃいましたよ、フランさん。たまにはカレクックのことも思い出してあげてください。今回たまたま当て口、偶然にも鍵持ってるんで、なんとこのハッチ開けて脱出しちゃうこともできちゃいます。なんという強引。それ目的で鍵持ってきたんだろ。しかしわし一人で脱出するなんてできるはずがない。さっき助けてもらったミンちゃんとできれば脱出したいのです。できれば二人で脱出して、この実況シリーズの好感度を爆上げしたいんです。マジでそれ言っちゃってる時点で爆下がりの未来しかないんですけどね。と思ってたらミンちゃんとっ捕まって地下フックされてんすけど、これもう救助無理やろ。サバ残り二人での地下救助は圧倒的フリゲーですからね。ただわしは諦めない、全てはチャンネル好感度のために。あれ
パトラッシュなんだか眠いんだよ。しかし、つい前にすでに見つかる圧倒的を渡せんかい。だからわし一人で脱出しようって言ったじゃないですか。圧倒的クズの極み。しかしここでミンちゃん自決勝点でお姉様にハッチ脱出チャンスを託すナイス判断。ハッチの場所はすでに把握し欠陥で、ここはミンちゃんのくれたラストチャンスを無駄にはできねえ。今度こそ本気のチェイスでハッチまで逃げ切り対処存。一発殴られた分鬼との距離は広がったから、あとは密切しなければハッチまでわしが先にたどり着くはず。右に曲がればあとはハッチダイブが待ってる。よっしゃ、これがデドバ歴もうすぐ1年の初心者の底力じゃい。初心者とは哲学。何はともあれナイスゲーム、みんちゃんやったでマジ感謝。最後は久々に熱い展開でしたね。鍵使えませんでしたけど。ということでまた次回。